はい、ワッツアップ YouTube。どうも、ソーシャです。はい、ということで、本日はですね、8月の25日、水曜日ということで、現在朝の8時半でございます。ということで、まあ、朝からこの動画を撮ってるということはですね、いつものスニーカーズでございます。今週がですね、まあ、いろいろね、こう、欲しいスニーカーっていうのが僕の中ではめちゃめちゃ固まってる週で、まあ、今日狙うスニーカーなんですけど、久々にですね、このシリーズで欲しいっていうモデルがね、こう出てくるんですけど、ナイキエアジョーダン5のですね、オレオでございます。まあ、これがリリースされると。で、ジョーダン5自体ですね、全然好きなモデルではあるんですけど、あんまりここ最近欲しいなっていうモデルがなかったんですよ。このオレオだけはですね、もうめちゃめちゃシンプルな配色なんですけど、超かっこいいと。もう本当に黒と白のツートンカラーでもう間違いないカラーだと。だからね、個人的にやっぱジョーダン5って黒ベースのモデルがやたらかっこよく見えるんですよね。まあジョーダンシリーズもね、結構いろいろ持ってはいるんですけど、そのジョーダン5自体はですね、そんなに多くなくて、ただやっぱりこれはね、もうどの写真を見てもやっぱかっこいいということでね、これは狙いたいなと思います。でね、まあ今週はですね、まあこのジョーダン5もですね、もうめちゃくちゃ欲しいなっていうところなんですけど、今日もそうなんですが、明日ですね、っていうところもダンクが2足リリースされるんですよね。これもまたいい。今週はこの3足ですか。あの、ウィークリーの動画の中でもですね、まあちょっと喋ったんですけど、なんかこう欲しいスニーカーがやたらとこうまとまってリリースされる時ってないですか。まあジョーダン5、ダンク2足。で、まあこの動画の撮影前ではですね、まあ僕は狙ってなかったんですけど、フラグメント境コラボであったりとか、あとはジョーダン4のライトニングであったりとか、ああ今週はやったら多いんですよね。まあ、ただ今日狙うですね、このジョーダン5のオレオ、もうこれはですね、もう鉄板でかっこいいということでね、これはなんとか買いたいなと思います。まあなかなかね、こうスニーカーズに縁がないと言いますか、全然買えてないっていうのがね、もうずっと続いてて、まあこのスニーカーズでチャレンジする動画っていうのもですね、もうちょっと見ている皆さんもですね、もう外れんちゃうかっていう前提で見てんちゃうかなと僕は編集しながらいつも思ってたりはするんですけど、まあさすがにジョーダン5、ダンク2足、この中であれば、もうどっかしらで買えるだろうと、さすがに。もうこの3足のうちどこかしらね、1足でも買えてないとさすがに心折れる。もうなので本当にもうスニーカーズさんお願いします。さすがにね、折りたくないので、心は。はい、ということで、早速スニーカーズ開いていきましょう。はい、こちら、早速出てきましたね。これ今回ね、まあスニーカーズの方で、まあムーンライトというね、名前が、ついてるんですけど、名前、この辺よくわかんないですよね。まあ、このモデルですね。ま、もともと2013年ぐらいだったかなって思うんですけど、まあ、そこでリリースされて、まあ、その時オレオとして、リリースされてるんですけど、これね、あの、調べて、こう、いろいろ知ったことなんですけど、この年のジョーダン、AJ シリーズのベストセラーか、もう50万足ぐらい売り上げて、その年の AJ シリーズのベストセラーにも選ばれた名作と、あの、めちゃめちゃかっこいいモデルで欲しいなっていうのはあったんですけど、そんなに売れてたんだと、っていうのはちょっとびっくりしました。ましたね、AJ シリーズのベストセラーということで、このシューズは、夜の暗闇に埋もれるかもしれない、だけど月の光に照らされたその瞬間、このスニーカーは夜空と見事に調和する。小説、このシューズは夜の暗闇に埋もれるかもしれない、だけど月、なんかな。はい。まあ、これが、リリースされるということで、今日はこれを狙います。で、まあ、それ以外にもですね、モアテンのですね、まあ、ホエースであったりとか、あの、このダンクですね、チャンピオンシップネイビー、まあ、アリゾナ大学と、ビラノバ大学ですね、のチームカラーを落とし込んだ、オリジナルカラーの、クレッチカラーのモデルであると。これもいいです。これもいいし、こっちのジョージタウン。ジョージタウンのモデルね、まあジョージタウンホヤス、そのあたりのモデルね、マジで全部いいなって思っちゃうんですよ。このなんていうんですか、このグレー、ネイビー、白のこの組み合わせってもうめちゃくちゃよく見えちゃうんですよ。まあそもそもネイビーが好きっていうのもあるんですけど。まあだからジョーダン11のローとかでもジョージタウンってあったじゃないですか。あれも欲しいんですよね。でもそれ以外にもね、まあこの辺のダンクであったりとか。で、これプレストもね、ウィークリーの中で紹介してなかったんですけど、まあマルチカラー、あのワトザシリーズみたいな感じで、リリースされるんですけど、多分ねこれ当時のアルファプロジェクトの箱でリリースされるんちゃうかなっていう。前なんか小島さんがアトモスの、あの小島さんがインスタのストーリーでアルファプロジェクトの箱っていうのを、あの銀箱、まあプレストがねリリースされた当時もこの箱で、リリースされたんですけど、まあこれサイズミックの箱なんですけど、これでリリースされるんちゃうかなと。まあなので当時からのファンからすればね、こういった箱でも唬しいですよね。でジョーダン4のライトニング、まあツアーイエローっていう名前な
になってますけど、まあもともとね、これも日本国内で、販売されなかったモデルなので、まあ当時からのね、ファンの方であれば、これは絶対狙うだろうなと、めちゃめちゃいいだろうなと思いますし、ようやくの復刻ですからね。で、フォースワンの鶴ですね。このフォースワンを見た時に思い出したのがですね、あの、ミンミさんのあの、鶴亀のモデルですか。あのフォースワンを思い出しましたね。まあいろんなモデルがリリースされると、もう本当にさすがに、今日、明日、で、マジでどっかしら一足当たってくれ。こう、やっとこう、スニーカーズで当たったよっしゃっていう、この表情を、動画に収めたい、そろそろ。頼むで、ほんま。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ほい！はい、来た！はい、ということで、順番待ちでございます。保留中。お願いしますよ、本当に。本当にナイキさん、お願いします。はい。ということで、まぁ、ちょっとそれ、待ってる間にですね、ちょっと見たいことがありまして、この動画のですね、まぁ、前日になるのかなと思うんですけども、シオートと JP トーナメント。まぁ、これが、投票が始まったということでですね、まぁ、動画がですね、投票始まる前に撮影しちゃってたんですけど、まぁ、これが始まったということでね、で、まぁ、ちょっと結果であったりとか、今のその中間、経過、っていうところも見れるので、まあ、そのあたりもね、見ていこうかなと思うんですけど、まあ、ちょっと意外な結果になってるんですよ。皆さん投票しました？あと昨日の動画見ました？ね、もう本当に2000年代初期のものがほとんどなので、僕よりも上の世代の方であれば懐かしいだろうし、僕より下の世代の方であれば知らないモデルがほとんど、になってくるのかなと思うんですけども、まあそのあたりのね、説明であったりとか、まあこういうスニーカーだよっていう、紹介もしておりますので、ぜひ昨日の動画っていうところもご覧いただければなと思うんですけど、まあ、ラウンド1、見ていきましょう。で、まあ第1ラウンドですね。まあ僕はもう全部投票もすでにしているんですけど、フットスケープレザーの方がですね、まあ 70% で、まあかなり優勢と。で、第2ブロックが、まあやっぱエスケープの方ですね。来た。第3ブロックですね。これ昨日ぐらいかな、その、撮影し終わって、まあ夜経過見てるとですね、サイズミックちょっと曲げてたんですよ。サイズミック来てくれ。お願いします。で、次。で、これはブレザーですね。で、この次が、ダンクローのアンティファニー。で、ここかー。ダンクが負けてんすよね。まあ、フォースワンのね、まあ、スネークも多分人気だろうなと。白黒ヘビの方も人気だろうなというところで。まあまあ、ここは納得できるんすよ。ここはね、うん。だから、いっちゃん意外なのがここですよ。第7ブロック。動画の中でね、まあ、僕はですね、こちらのダンクローの、シティアタックの裏ダンクですね。っていうところ、言ってるんですけど、多分ね、優勝候補は、多分桜のフォースワンやと思ってたんですよ。絶対全体的な人気としては桜のフォースワンの方が人気やろうな、というところだったので、まあ僕は好みで言えばこっちのダンクローなんですけど、まあ優勝候補は桜やろうなっていうね、まあ話も入れてたんですけど、まさかのダンクロー、裏ダンクの方が、勝ってますね。ここがちょっと意外でした。まあ僕自身、まあカラーがね、まあ裏ダンクの方が好きっていうのもありますし。来た！帰った！折れなかった！心！スニーカーズでチャレンジするたびにですね、マヤミキさんの諦めないでっていうのね、聞こえてたんですけど。諦めなくてよかった、変えた。まあまあ、店舗の方を見てるとですね、まあ、オンライン店舗は結構残ってそうな感じっすね。まあまあ、変えてほっとした。よかった。